エンタープライズはアメリカ海軍の航空母艦。ヨークタウン級航空母艦の2番艦でアメリカ海軍においてエンタープライズの名を受け継いだ艦としては7隻目に当たる。艦名のエンタープライズは冒険心、困難への挑戦といった意味を持つ。排水量2万トンと空母としては中型でありながらも、その戦いぶりからビッグ E の愛称で親しまれ、対戦中に 大小15回の損傷を受けながらも、高いダメージコントロール能力と幸運により沈まず、対戦を生き抜いた。その外、ラッキー・イー、グレイ・ゴースト、ギャロッピング・ゴーストの相性もあった。ビッグ・イーや、ラッキー・イーの、イーには、エンタープライズの頭文字の意味とともに、エクセレンス、エフィシェント・アワズの頭文字の意味も含まれていた。エンタープライズは、 太平洋戦争海戦前に建造され、終戦まで無事に生き残った3隻の航空母艦のうちの1隻であり、太平洋戦争中の主要な海戦のほぼ全てに参加して数多くの戦果を上げ、対戦中で最多の20の従軍聖賞を得た。また、エンタープライズは空母として初めて大統領部隊勘定を受賞、後に、 海軍部隊法相も受賞し両方を受賞した唯一の官邸となった。それ以外でもイギリス海軍から他国籍の海軍官邸として唯一イギリス海軍本部ペナントを受賞するなど第二次世界大戦で最も勲章を受けたアメリカ海軍の軍艦となった。エンタープライズは大戦を通して最も多く回装を受けた空母にもなった。 他にも大本営発表によって9度撃沈発表がなされており、敵国により行われた虚偽の撃沈発表回数において史上最多の記録も持つ。エンタープライズは1934年7月16日にニューポートニューズゾン戦所で寄稿され、1936年10月3日に海軍長官クロード・エース・ワンソン夫人のルーリース・スワンソンによって命名。 浸水され、1938年5月12日に、初代艦長ニュートン・エイチ・ホワイト・ジュニアの指揮下、収益した。気候に当たっては、日本側に通告を行っている。収益後、エンタープライズは、ブラジルのリオデジャネイロへの完熟航海をはじめ、1939年4月まで、東海岸からカリブ海で訓練を行った。その後太平洋へ配属となり、 最初の母校はサンディエゴで続いて真珠湾が母校となった。太平洋でエンタープライズは搭載航空団の訓練を行い、太平洋のアメリカ軍基地へ航空機の運搬を行った。1941年11月28日、エンタープライズはウェイク島への海兵隊第211戦闘飛行隊の F4 階から3。 艦上戦闘機12機とそのパイロットの輸送任務のため第8任務部隊機関として真珠湾を出港した。同日、任務部隊指揮官の春ゼ中将はエンタープライズの艦内で以下のような訓示を行った。その訓示は気を引き締めろ。今は勇気が必要だという言葉で締めくくられていた。エンタープライズでは戦争への準備が行われたが乗組員の意識は 平時とあまり変わらなかった。海兵隊パイロットの意識は、より切実で彼らは、エンタープライズの第6戦闘飛行隊のマクラスキー詳細以下の、パイロットたちから熱心に抗議を受けた。1941年12月2日の夜明けに、ウェイク島へ向け海兵隊、第211戦闘飛行隊は発艦し、輸送を完了した。そのまま12月6日夜はエンタープライズが、 不在の港を攻撃する形になった。真珠湾攻撃当日、普段エンタープライズが使用していた、フォード島の F-11 不当は、標的艦ユタが停泊していたが、ナグモ機動部隊の攻撃隊により撃沈された。ただ、大本営発表では、エンタープライズ型航空母艦を一石撃沈したと伝えられた。 1941年6月、開戦前のエンタープライズ。飛行艦板が、板張りの機甲板であることが見受けられる。12月7日の日曜日の朝の時点で、エンタープライズは、ハワイ西方約 320km の地点にいた。6時15分、エンタープライズの SBD 艦上爆撃機に息が、続いて6時17分に、残りの、 第6偵察飛行隊の SBD-16 機前機が、フォード島へ向け発艦した。8時20分に先行した2機の SBD が、エワ上空で、日本軍機の攻撃を受け、応戦。その後8時35分にフォード島飛行場へ2機とも、着陸した。10分後の8時45分に、残りの VS-6 が、新珠湾に到着し、こちらも日本軍機から攻撃を受けた。 こちらでは5機の SBD が撃墜された。だが反対に、この SBD 編隊に攻撃を仕掛けたカガと、総流所属の冷戦が、各1機ずつ撃墜されている。なお、カガ所属の撃墜された、この冷戦が、太平洋戦争における空戦で撃墜された、最初の冷戦である。エンタープライズでは8時23分に、パールハーバー空襲中。 演習にヒズの無線を受信した。これを受けて、春勢中将は、日本空母を捜索、発見すれば、エンタープライズ単独であろうと攻撃を仕掛けることを、決断し SBD を捜索に、F4 階を上空哨戒に発艦させた。一度は、日本空母発見の通報があり TBD 艦上。 大撃機14機と SBD6 機、F4 回6機からなる攻撃隊を発艦させたが、誤報であった。夜になって、VF-6、VS-6、第6爆撃飛行隊を得は及び、金オヘリオ飛行場に送ったが、VF-6 の F4 回4機が味方からの誤射で、撃墜された。12月7日だけで、SBD5 機と F4 回4機を失った。 燃料補給のため翌日の18時に、10日完成下の真珠湾に帰島した。真珠湾に帰還したエンタープライズに、座城の春勢中将は、他の損傷した、戦艦軍や格納庫の残骸を見た後、普段はエンタープライズがいる場所で横転しているユタを、見て、複雑な表情を見せた上で次のように呟いたという。我々が奴らを始末する前に、日本語は、 地獄だけで離されるようになるだろう。エンタープライズの補給作業は暗闇の中であったが8時間で終わり、12月9日3時にハワイ近海の紹介任務のため、真珠湾を出港した。12月10日、オアフ島港高い面で日本海軍の潜水艦に7 0を VS-6 の SBD が発見し、これを撃沈する。これが太平洋戦争における 最初の日本海軍の喪失艦艇であった。ただし、戦死喪九十八艦潜水艦士では、E70 の喪失状況を不明とし、v s 六が爆撃したのは、E25 とする。E70 は、日本時間九日午後七時に、米空ぼらしき者、真珠湾に入港と報告した後、消息不明となった。また日本時間十二月十日朝、 イロクは、オアフ島東方省区で空母と従順二洋艦二隻を発見し、零四日0大順二隻及び、レキシントンミユ、オアフ島東水道進路60度速力20節本国に引き上げぐるもの,の女子と報告した。イロクが見たのは、空母レキシントンではなく、エンタープライズであった。イロクの報告により、イ25が急行したが、浮上航行中に米軍機に発見され、 何度も対戦爆撃を受ける羽目になった。イ、e、2 5はアメリカ本土攻撃のためハワイ地区を離れていった。日本軍がアメリカ領ウェイク島に進行するとアメリカ海軍は空母サラトガにフランク・ジェイ・フレッチャー少将が座上して第14位任務部隊を編成、ウェイク島救援に当たることとなった。これに交往し、ハルゼー中将が指揮する第8任務部隊は 遊軍として、紹介と支援を行い、歴ントン機関の第11任務部隊は、牽制攻撃のためジャルーと干渉を目指して12月14日出撃した。太平洋艦隊司令長官代理、ウィリアム・パイ中将は、ウェイク島の取り扱いの方針について、海軍作戦部長、ハロルド・スターク大将と合衆国艦隊司令長官、アーネスト・キング大将に伺いを立てたところ、 ウェイク島守備隊の指揮を考慮したものの、兵力の増強より撤退すべきだと指示された。こうして、ウェイク島救援の動きは一気に収束に向かった。ウェイク島救援の本体である第14位任務部隊はもともと寄せ集め部隊で、連度も十分でなく、12月23日の時点で、ウェイク島の北東約683キロ地点に達していたが、占領の方と 相前後して引き返していった。1942年1月11日、エンタープライズは、新珠湾を出港して、南太平洋のアメリカ領サモアに向かう海兵隊を、運ぶ、輸送船を、ヨークタウン以下の、第17任務部隊と合同で護衛した。1月12日には、ハワイ近海にいた空母サラトガが、威力の来撃で大破し、数ヶ月に及ぶ修理を余儀なくされた。 サラトガ真新湾で、応急修理を行った後ブレマートンに向かった。1月18日に、海兵隊はサモアに上陸し、エンタープライズもサモア北方 150km の地点で紹介を行った。その後、1月25日に、フランク・ J ・フレッチャー少将が指揮する第17任務部隊と合流して、ギルバート諸島、マーシャル諸島へ向かった。 1>, 1月28日には、夜間に12ノットで航行しつつ、艦隊随波輸送艦プラットから燃料補給を受けた。1月29日に、ヨークタウン以下の第17任務部隊と分離した。1月30日には、ボイラー後半を加工して F4 階の走行強化を行った。エンタープライズは2月1日、第17任務部隊とともに、マーシャル諸島、 ギルバート諸島の日本陸海軍の基地に奇襲攻撃を行い任務部隊に随伴していた巡洋艦が艦砲射撃を行った4時43分に SBD37 機と TBD9 機からなる攻撃隊をそれぞれクエゼリン艦章ロイ島とクエゼリン南方の闘病地へ発艦させた続いて6時10分に F4 回6機を マロエラップ干渉太郎ア島へ向け発艦させた。うち一機を発艦ミスで失った。攻撃は7時の SBD によるロイトー空襲から始まった。飛行場施設などに損害を与えたが反対に SBD4 機が撃墜された。クエゼリン南方闘病地に対する TBD の攻撃は艦船や付近の陸上施設、水蒸気基地などへ行われた。日本軍の 第6根拠司令部へ直撃弾を与え、基地司令官の八代少将ら多数を殺傷した。開戦以来初めての日本軍将官の戦士だった。感染に対しては50分後に待機していた。DBD 吸気による雷撃も行われたが、早や爆などの魚雷の問題で一本も命中していない。マロエラップ干渉太郎足シに対する F4 回5機の、 攻撃では11機の日本軍機に迎撃を受けたものの1機を撃墜し損傷を受けたものの撃墜された F4 階はいなかった。ロイ島の飛行場を最大の脅威だと捉えたハルゼー中将は第2次、第3次と攻撃隊を送り込んだ。うち1機が撃墜された。また新たに F4 階6機がウォッジェ干渉を攻撃した。続いて ウォッジェの第二次攻撃では、DBD9 機と SBD8 機が送られた。クエゼリン干渉攻撃では施設損傷、召喚殺傷、マロエラップ干渉攻撃では格納庫破壊、燃料タンク炎上、敵機一機撃墜、急基地上撃破、ウォッジェ干渉攻撃では格納庫破壊、燃料タンク炎上、輸送船、ボルドーマル撃沈、といった戦果を挙げた。エンタープライズ側は、 SBD5 機 F4 回1機を失った。この他例化の従順艦隊により多数の日本軍艦船を撃沈撃破した。戦望鏡発見の通報などもあり、13時に30ノットで離脱を開始した。14時20分に日本軍立候5機の水平爆撃を受け、資金弾が一発あり、消火災が発生したものの即座に消火された。 日本軍機一機は被弾したためエンタープライズに向け自爆を試みたが甲板をかすめるように通過し墜落した。16時に再び二機の攻撃を受けたが一機を撃墜した。エンタープライズは日本軍の捜索を逃れるため一旦北西に退避した後スコールに沿ってハワイへ離脱した。2月5日に真珠湾に寄港し8日間停泊して修理を行った。 このギルバート・マーシャル諸島へ対する攻撃はアメリカ海軍最初の積極的攻撃でありこれから始まる一連の日本軍領域への機動空襲の幕開けでもあった当時のアメリカ海軍は日本海軍に絶対数で劣っていたためこのようなヒットランを繰り返して日本海軍の構成を鈍らせることを主眼に置いていたこのマーシャル・ギルバート諸島機動空襲によって 日本海軍はアメリカ機動部隊による本土攻撃を警戒し、第5航空戦隊を迎撃用に備える措置を取った。アメリカ海軍は目的を達したと言える。2月14日の午後にエンタープライズは新珠湾を出港した。艦隊は第8任務部隊から第16任務部隊へと解明されていた。2月24日に さきのギルバートマーシャル諸島に比べより日本に近い、ウェイク島を空襲した。SBD37 機、DBD9 機、F4 回7機からなる攻撃隊は5時に発艦。うち1機が発艦ミスで墜落した。7時50分に、ウェイク島を爆撃した。また、スプルーアンス少将が指揮する、ソルトレイクシティと、ノーザンプトンほか、駆逐艦2隻の艦砲射撃も行われた。 砲爆撃による戦火は、大型水蒸気2機地上撃破、燃料タンク炎上、施設損傷、特設艦指定第5福丸、第1ミホ丸の撃沈だった。エンタープライズ側の損害は、SBD1 機悲劇いで、9時45分までに、攻撃隊は帰還した。エンタープライズは離脱したが、2月25日の夕方に、ニミッツ対象から、可能と思えば、 南鳥島も攻撃せよという伝文を受け取った。これを受けて、春勢中将は一旦艦隊をミッドウェイ島まで後退させ、艦隊随波輸送艦サビイネと、その護衛に駆逐艦隊を残して、ソルトレークシティとノーザンプトンの二隻の護衛のみで太平洋を精神した。南鳥島は日本本土からわずか1 8 0 0トルの地点にある。 小島で小笠原諸島やマリアナ諸島の日本軍基地からは 1000km 程度の距離しかなかった。ミッドウェイ島やハワイからは 3000km 程度離れていた。2月27日に水上規模艦に改造されていたラングレーがフィリピン方面で撃沈された。3月3日に南鳥島を攻撃した。4時46分に SBD31 機。 F4 回6機からなる攻撃隊発艦開始。事故機はなかった。6時30分に爆撃を開始。戦火は施設損傷と燃料タンク炎上程度だった。エンタープライズ側の損害は SBD1 機悲劇い。8時45分までに攻撃隊は帰還し、エンタープライズは離脱した。日本軍は2月21日の攻撃でエンタープライズ級。 空母一隻を撃沈したと大本屋発表を行っている。また、本土から 2000km 以内の拠点が攻撃されたという混乱から、翌日に日本本土で初めての空襲警報が発令されるに至った。エンタープライズは3月10日に新珠湾に帰島した。この時 12.7mm 基準を 20mm 基準へと更新する改装が行われた。 また、F4 回が F4 回から3から F4 回から4へと機種変更された。4月8日、エンタープライズは同リットル空襲に向かう空母ホーネットの護衛のため、真珠湾を出港した。B-25 爆撃機を飛行艦班に搭載して艦載機の発着できないホーネットに代わって航空援護を行うのが任務だった。4月12日6時頃に、 ホーネット以下第18任務部隊とミッドウェー北方で合流。4月14日にタンカー及びその護衛に駆逐艦隊を分離して、さらに日本に接近した。ホーネットは目標から400マイルで爆撃機を発進させる予定であった。しかし4月18日3時15分にエンタープライズのレーダーが水上目標を発見し、6時15分に策的に、 当たっていた SBD が発見されたという通信塔をエンタープライズの甲板に投下。6時45分に目視で見張り員が敵艦を発見した。そのため7時20分に600マイルで爆撃機を発進させた。その7番機の搭載爆弾には中日米海軍武漢補佐官ステファン・ユーリカ海軍中尉の所有物でかつて日本から授与された。 紀元2600年祝典記念賞が同リットルの手で装着されていた。春税提督は諸君、利息をつけて、この勲章を返してやれ、成功を祈ると伝言している。同リットル大発艦の間に、エンタープライズは発見した16隻程度の日本の小海底に片っ端から攻撃した。慶樹二王艦ナッシュビルの砲撃と合わせて、 日本軍特設艦指定5隻を撃沈7隻に損傷を与えた8時19分までに同リットル隊の発艦を完了し8時23分に25ノットで離脱を開始したこの時一部エンタープライズ乗組員によりクズ鉄の航空輸送に関する契約書が作成されボトルメールとして日本側に向けて流されている艦隊は 日本軍の捜索の手を逃れ、4月25日に、新珠湾に寄港した。これら一連の日本軍領域内への危険な、奇襲爆撃を短期間に連続して成功させた、エンタープライズは、本国のマスコミにたびたび大きく取り上げられ、指揮官の春勢中将と共に、一躍有名になった。度重なるアメリカ軍の敗北により、士気の下がった国民をこぶし 公選を諦めさせなかったという意味でも、エンタープライズの果たした功績は大きいと言える。1942年6月4日7時30分40分、エンタープライズ勘定で発進準備中の第6雷撃隊 TBD11 機。エンタープライズは南太平洋の任務部隊の補強及び海兵隊。 第212戦闘航空団をニューヘブリデス諸島エフェテへ輸送するため4月30日新珠湾を出港した。エンタープライズは全速で35海に向かったが35海海戦で日本海軍との戦闘には間に合わなかった。この35海海戦でアメリカ海軍は空母レキシントンが沈没しヨークタウンが中破した。新珠湾攻撃以降 レキシントン級空母はアメリカ海軍で最大の艦艇であり、レキシントンの沈没はエンタープライズの乗組員にも大きな動揺を与えた。また、サラトガの修理が完了していない状況で、レキシントン、ヨークタウン領艦が被害を受けたことは、太平洋におけるアメリカ海軍の稼働空母がさらに減少することを意味していた。ヨークタウンの損害状況の遺憾では、 エンタープライズは、新兵同様のホーネットと2隻のみで、大型空母3隻、中型空母3隻、小型空母3隻を、稼働可能な日本海軍に対抗しなければいけなく、なった。産後海海戦には間に合わなかったがエンタープライズには、輸送任務があった。エンタープライズは、海兵隊を、ヌメアに送り届けた後、11日から16日まで、 ニューヘブリデス諸島やサンタクルーズ諸島方面を捜索したが、収穫はなかった。16日にハワイへの帰還命令を受け、捜索を中止してハワイへ向かった。翌日には帰還の催促が届き、エンタープライズの乗組員は何かが起こることを予感し始めた。エンタープライズは5月25日に新珠湾に寄港、急ピッチで補給作業が行われた。 アメリカ軍ではすでにミッドウェー諸島への日本海軍の来航が察知され、エンタープライズもホーネットとスプルーアンス少将の指揮下に入り、強力な戦術的妨害によって日本軍に最大の損害を課すため5月28日、真珠湾を出撃した。また30日にはフランクフレッチャー少将を指揮するヨークタウンも修理未完であったが出撃した。 エンタープライズ及びホーネットの第16任務部隊はミッドウェー北東 560km で配置に着いた。6月2日にヨークタウン以下の第17任務部隊と合流した。この3隻の空母からなる艦隊は海戦以来最大の戦力を有した艦隊だった。ヨークタウンのある兵装はこの艦隊が日本艦隊がどれだけ 強力だろうと、クソくらいと思えるほど、頼もしい大兵力に見えたと回想している。ミッドウェイ海戦が4日から始まると予想した、アメリカ海軍は、4日早くに作敵を担当する、ヨークタウン以下 TF、TF-17 を後方に残して TF、TF-16 をさらに、ミッドウェイ島に接近させた。 8時3分に、ミッドウェイ所属のカタリナ飛行艇からの、2隻敵空母、方位320度、距離 300km、進路135度、速力25ノットの通報を受信する。情報を精査した後、9時6分から、SBD-32 機、DBD-14 機、F4 回10機からなる攻撃隊を発艦させた。当初は発艦後、各隊は、 空中集合する予定であったが、日本軍作的機に発見されたため、発艦次第括弧で攻撃に向かった。そのため、本来エンタープライズの雷撃隊を援護するはずだった、戦闘機体は、ホーネットの VT-8 の上空に来てしまっていた。日本艦隊を真っ先発見したのはこの、ホーネット雷撃隊であり、エンタープライズの戦闘機体も発見していたが援護を行わなかった。 VT-8 の15機は全滅した。同様に本来援護を行うはずだった。エンタープライズ雷撃隊も11時30分頃に日本艦隊を発見、突撃したがこれに対する援護も行わなかった。エンタープライズの戦闘機体隊長であるグレー隊は雷撃隊への援護を諦め、爆撃隊が到着した際に援護できるよう高度を維持したと言われている。だが、 爆撃隊の到着よりも先に戦闘機体の燃料がなくなり、帰還せざるを得なくなった。雷撃隊隊員は見殺しにされたことに行き通り、海戦後に拳銃を手に戦闘機体の待機室に乗り込む事件も起こった。臨税詳細課の雷撃隊は14機のうち、隊長機含め9機が撃墜や1機が不時着水され、4機が帰還、1機が投機された。 マクラスキー小塞下の爆撃隊30機は予想地点に敵艦隊がいなかったため独断で北に変身。11時50分に嵐とみられる敵艦を発見。進路をたどり12時5分に日本艦隊を発見した。ほぼ同時にヨークタウンの爆撃隊17機も到着した。エンタープライズ爆撃隊は27機が加賀を3機が赤城を狙い、加賀に4発。 赤木に一発が命中した。ヨークタウン爆撃隊は総流に三発を命中させた。三隻ともダメージコントロールに失敗し、後に、加賀総流が沈没、赤木も来撃処分され沈没した。エンタープライズの爆撃隊は、SBD-14 機が撃墜され反壊し、隊長機含め多くの機が損傷を受けた。15時までに攻撃隊は帰還した。 生き残った飛竜の関西機の攻撃により、ヨークタウンが大破したため、エンタープライズは、ヨークタウンの関西機多数を収容した。ヨークタウンの索敵機から、飛竜発見の砲が届き、17時30分に第二次攻撃隊が発艦した。19時3分に飛竜を攻撃し、飛竜に4発を命中させるも SBD3 機が撃墜された。 飛竜は後に来撃処分され、沈没した。20時34分までに攻撃隊は帰還し、TF-16 は、日本軍の水上打撃艦隊を警戒して東方へと、退避した。6月5日は捜索中に谷風を攻撃し、わずかな被害を与えた他は何もなかった。6月6日は最上を呼び、三熊を攻撃、三熊も力尽きて撃沈され、 最上にも命中弾一発を与えた。同日に損害を受けて、ハワイに帰島途中のヨークタウンが、168からの来撃を受け放棄され、翌日早朝に沈没した。エンタープライズは6月13日、無事に、新珠湾へ帰港した。2週間停泊し、その間に 28mm4 連装機銃1機が、艦首に増設され、20mm 機銃2丁が、 増設された。また壊滅した TBD に代わり、新鋭の TBF が配備された。先のミッドウェイ海戦で一挙に日本空母4隻を撃沈し、サラトガの修理が終了したのに加え大西洋からワスプが開港してきたため、日米の空母戦力は互角になりつつあった。アメリカ海軍はこの機を逃さず反抗に転じた。 8月7日から始まるソロモン諸島方面での反抗作戦を支援するためエンタープライズは7月15日に出撃したエンタープライズは第61任務部隊所属の第16任務軍機関となった7月25日にトンガのヌクアロフに入港しワスプ以下の第18任務軍と輸送船団と合流した翌日にフィジー南東でサラトガの 第11任務軍と合流。30日から31日にかけて、フィジーの殺島沖で、上陸演習を行った。8月7日に、サラトガザ城のターナー少将より、各艦に、本日8月7日、我が部隊は、現在的の手にあるウツラギとガダルカナルを奪還する、という伝聞が伝えられた。 5時35分にガダルカナル島へ向け F4 回16機と SBD9 機からなる攻撃隊が発艦した。6時13分に従ジ順ュジュクインシーが8インチ砲の,砲の砲撃を開始し攻撃が始まった。エンタープライズやサラトがワスプの攻撃隊は繰り返し発艦し反復攻撃を行った。これら攻撃隊はワスプの航空軍指揮官ビークリー少佐の tbf による空中管制を受けて攻撃を行った。7時から上陸が開始された。正午頃から日本軍機が襲来し始め、これらの迎撃任務にも追われた。この迎撃で F4 回3機を失った。この1日だけで236回の発艦と229回の着艦を行い、艦の記録が更新された。8日も同様に、 航空支援を行ったが夕方に、フレッチャー中将より南東への退避命令が下され、空母部隊は交代。その晩に第一次ソロモン海戦が正規し、アメリカ海軍は大敗し、ソロモン諸島の制海権を失った。ワスプなどは反転して、日本艦隊の追撃を求めたが、空母の安全を取った、フレッチャー中将はそのまま、空母部隊を交代させた。 8月9日から2週間ソロモン諸島南方の紹介を行った。日本軍の圧力が強まりつつあったため、アメリカ海軍は8月17日にホーネットを新珠湾より出港させた。8月22、23日に日本軍の輸送船団が発見され、日本軍の攻撃が近いことが明らかになった。8月24日に日本海軍の空母部隊が、 ソロモン諸島の北方から襲来し、第二次ソロモン海戦が正規する。ワスプ以下の第18任務軍は燃料補給のため交代しており、日本軍の大型空母2隻、小型空母1隻を大型空母1隻、中型空母1隻で相手取ることになった。この海戦ではエンタープライズが作敵を十数キロ離れた位置にいるサラトガが攻撃を担当した。 また、エンタープライズの第16任務軍には、海戦以来初めての戦艦であるノースカロライナが護衛に着いた。6時30分頃に SBD23 機の偵察隊が発艦。10時頃にガダルカナルのカタリナ偵察機が空母流城を発見した。13時45分にさらに DBF7 機と SBD16 機の偵察隊を、 発艦させ、15時15分ごろに、DBF2 機が流城を発見し、流城に水平爆撃したが命中せず、反対に、DBF1 機が撃墜された。さらに、SBD2 機がマヤを攻撃したが命中しなかった。15時30分に、流城以下の部隊よりも、後方で、SBD2 機が昇格を発見。通報し、15分後に、昇格を、奇襲爆撃。 資金弾を与えた。アメリカ海軍は竜城をおとりと判断し、慌てて攻撃目標を昇格型航空母艦2隻に変更しようとしたが、すでにサラトが攻撃隊の集中攻撃を受けた流城も沈没しつつあった。日本軍も攻撃隊はすでに発艦しており、 昇格・随核の2空母から99式艦上爆撃機27機、0式艦上戦闘機10機の攻撃隊が、米艦隊に接近していた。16時32分に、エンタープライズの対空レーダーが、方位320度、距離 140km で、敵編隊を発見。サラトガと合わせて54機が迎撃に上がったが、実際に戦闘に参加できた。 戦闘機は多くなかった。17時5分から迎撃機が日本軍機との空戦を開始し、17時8分までに SBD-12 機、TBF-7 機が攻撃のため発艦したが、日本艦隊は発見できなかった。17時12分から第16任務軍は対空射撃を開始、17時14分に、 第3エレベーター右舷側前方に250キロ爆弾を被弾した。これは、鉄鋼弾で、エレベーターの縦穴を12メートル通り抜けた後、平員居住区まで貫通して炸裂。右舷後部喫水線下に、発光ができ、浸水が発生した。数秒後に一発目の後方5メートル以内に二発目を、被弾。これは、触発進間で、飛行艦板上で炸裂。 右舷後部、ガンギャラリーを爆発が襲い、多数の兵員が殺傷し、微砲の4分の1が壊滅。飛行艦板にも大きな損傷が発生した。15分に、第2エレベーター右舷側後方に3発目を被弾した。これも、触発進行であったが、幸運にも不良爆弾だったようで、爆発の威力は低く玉柄はいくつかの大きな破片に分かれた。それでも、 飛行甲板には3メートルの穴が開いた。さらに、左舷完備に、資金弾を被弾した。資金弾の衝撃で後部にいたものは60センチメートルから90センチメートル体が持ち上げられた。尖閣が凹み、左舷後部の飛行甲板が一部盛り上がった。17分に攻撃は終了。74名が戦死した。エンタープライズは、大火災発生、第2。 第3エレベーター損傷、飛行乾板損傷、右舷水線に2メートルの箱、右舷へ3度決射、という甚大な被害を受けた。引き換えに、日本軍は、艦爆17機、艦船3機が撃墜され、艦爆1機不時着という大損害を受けた。エンタープライズでは、ダメージコントロールにより、火災が消火され、乾板も、修復。 左限への注水で傾斜も回復し、1時間以内に関西機の初着艦が可能となった。18時50分までに25機が着艦したが、火事が故障し、操打不能に陥った。駆逐艦、バルチと衝突しそうになったが、バルチが全身いっぱい、エンタープライズが更新いっぱいを行い、過労して回避した。両舷の機関出力調整でも、 艦をコントロールすることができず、やむなく、エンタープライズは停止した。総拓閣内は、約80度の高温であったが、懸命の修理により、19時28分に修理が、完了した。この修理中の動けない間に、日本軍の第二次攻撃隊が接近し、レーダーが、方位270度、距離 80km という至近距離で敵を捉えたが、 幸運にも日本軍機はエンタープライズを発見できなかった。その後、8月26日にトンガタプ島で応急修理を行い、ポートランドと共に交代した。関西機の大半はターボやガダルカナルのヘンダーソン飛行場に分配しており、F4 回6機と SBD6 機のみしか搭載していなかった。9月10日に新寿湾に入港し、 本格的な修理が行われた。海戦から一貫して、エンタープライズの航空隊として活躍してきた第6航空軍は一連の戦いで消耗していた上に、ガダルカナル防衛のため空母アスプやヘンダーソン飛行場へ派遣され反壊していた。そのためエンタープライズには新設の第10航空軍が搭載された。その戦闘機体は、 ヨークタウンで活躍したジミー・フラット・レーションサに、引き入られグリム・リーパーズの呼び名とともに名を馳せることとなるが、この時は、航空軍の搭乗員のほとんどが新兵であり、連ンドは、日本軍のそれに比べかなり劣っていた。修理と、並行して改装が行われ、2 8ト、mm、ル4連装機銃4機16門を撤去し、ボフォース4 0ト、mm、ル4連装機関砲4機16門が、 搭載され、20mm 基銃も12機増設された。ダメージコントロール面でも改善があった。真珠湾でエンタープライズは修理と改装を行っていたが、ソロモン諸島ではアメリカ海軍は苦戦していた。8月31日、サラトガが E26 の来撃で大破した。フレッチャー提督も負傷し、サラトガは9月21日から真珠湾で修理に入った。 さらに、9月15日にはワスプがイ、e、1 9の雷撃で沈没した。これにより、太平洋における米海軍の稼働空母は、ホーネット一隻のみになっていた。エンタープライズの修理はせきたてられ、10月16日には、真珠湾を出港した。サンタクルーズを切れ、日本海軍機の爆撃を受けるエンタープライズ。 第16任務部隊機関として、新珠湾を出港したエンタープライズは、10月23日に、ソロモン諸島近海で、ホーネット以下の第17任務部隊と合流し、紹介を始めた。10月25日に、エスピリットさんと等のカタリナが、日本空母を発見。東部ソロモン海戦に続き、 索敵を担当するエンタープライズは二度の索敵を行ったが発見できず、反対に、後方ミスなどから燃料不足で F4 回1機、SBD3 機、t b f 3機が、不時着水し、決戦前に多くの関西機を失う損害を出した。10月26日に、ガダルカナル島、ヘンダーソニ飛行場への攻撃を仕掛けようとする、 日本海軍とそれを阻止しようとするアメリカ海軍の、アイダ・サンタクルーズ諸島沖海戦が正規。海戦の直前に、日本側は費用が機関部火災を起こしたため、空母一隻が参戦できなくなったが、それでも大型空母二隻、中型空母一隻、小型空母一隻を有する日本艦隊に対して、中型空母二隻のみの米艦隊は、両、質ともに劣っていた。また、 護衛艦定数でも2倍以上日本軍に数で劣っていた。26日5時37分に SBD16 機が発艦し2機ずつのペアで策的に向かった。7時30分頃に日本艦隊前衛部隊を発見。8時10分頃に日本空母を発見した。空母2隻護衛艦多数難易7度3部。 統計163度38分の伝文は、エンタープライズへと送信され、ホーネット、エンタープライズはその情報をもとに攻撃隊を発艦させた。エンタープライズは、F4 回8機、SBD3 機、TBF8 機の攻撃隊を発艦させた。8時10分頃に、先の日本空母を発見したのとは別の編隊が、日本空母を発見。随砲を攻撃し、 500ポンド爆弾2発を投弾し、1発を命中させて、中波に追い込み、随砲は交代せざるを得なくなった。一方、発艦したエンタープライズの攻撃隊は、随砲の攻撃隊の奇襲を受けて、TBF3 機、F4 回3機が撃墜され、TBF、F4 回各1機が帰還することになり、F4 回4機、SBD3 機、TBF4 機のみで進撃した。 だが奇襲を受けた際に増装を投棄したため燃料が足りず、日本空母までたどり着けずに、従順地区間を中破させたに止まった。また不時着したエンタープライズの雷撃機の救助に向かった駆逐艦ポーターが雷撃機から誤って発射された魚雷に当たって損傷、乗組員は艦を放棄し、駆逐艦症の砲撃によって沈められたという事故が起こった。一方、 ホーネットの攻撃隊は昇格を大破させた。だがホーネットは日本海軍の集中攻撃で航行不能に陥り、日本軍の第二次攻撃はエンタープライズに集中した。11時15分に昇格からの爆撃隊が襲来11時17分に完全部中央に直撃弾を受けるが爆弾は左限へ艦隊を貫通してから炸裂して消火災が発生した。 続いて直撃弾を第1エレベーター後方中央に受け、エレベーターが損傷し火災がさらに発生した。爆弾は大きく2つに分かれ、一つは格納庫甲板で炸裂し、予備の関西機7機が破壊された。もう一つはエンタープライズの格納庫甲板を貫通し士官、居住区で炸裂した。十九分にはアイランドの極視近距離に、 資金弾を受け、レーダー、タービン等が損傷し、右舷重油タンクが破損、海水が流れ込み右舷に傾斜した。20分に攻撃は終了したが30分も経たない、うちに、随格からの雷撃隊が襲来。9機が10日に成功したがエンタープライズは9本すべてを回避した。この攻撃で、観光1機が魚雷を抱いたまま、エンタープライズの左舷近距離で、 対空戦闘を行っていた駆逐艦のスミスに体当たりを行い、スミスでは全部弾薬庫が爆発した。大火災で相関不能に陥り、エンタープライズと衝突しそうになった。エンタープライズは日本軍の魚雷と合わせて、スミスも回避して惨事を免れた。スミスはその後、戦艦サウスダコタの完備破に突っ込み、消火した。 エンタープライズも12時15分から関西機の収容を開始したが、12時21分に日本軍機が襲来し、着艦は中止された。今度は空母ジュニオーからの爆撃隊だった。この頃には直演機は残弾がなくなり、t b f が空戦に加わったり、敵機に体当たりを試みる機もあった。直演機による迎撃が衰え始めたが、 対空砲火は健全であり、飛行艦板上の SBD の旋回基準までもが、対空射撃を行って迎撃した。直撃弾はなかったが、右弦3メートルに、試金弾を受け、再び浸水、衝撃に損傷した第一エレベーターが作動しなく、なった。エンタープライズは、この攻撃で、レーダーが故障したため、レーダー員のブラッド・ウィリアムス・大尉が、 日本軍の攻撃中であったが、マストに登り、アンテナに体を縛り付けて、レーダーの修理を成功させた。また、戦闘中巧みな送還で、エンタープライズと1000メートル以内の至近距離を保ち、対空戦闘を行っていたサウスダコタが被弾し、混乱から、操舵不能に陥り、エンタープライズに衝突しかけた。エンタープライズはこれも回避した。他に、 軽巡産不安が被弾して、相関困難に陥った。この3波渡るエンタープライズへの攻撃で、日本軍は、撃墜、富士儀合わせて、艦爆23機、艦航10機、零戦2機を失った。12時45分に修理したレーダーから、敵兵が消えたため艦載機の収容を再開した。エンタープライズは、自身の航空隊とホーネットの艦載機を収容した。 第一エレベーターが動かず、第二、三エレベーターの上にも関西機が乗っている状況で、関西機95機を積載したエンタープライズは、空爆に対して、極めて脆弱で、戦線を離脱することになった。乗組員は、団長の思いで煙を上げ、停止して放棄された、姉妹観光ネットを見続けたという。この時までに、8月31日に、 ソロモン諸島海域で紹介していたサラトガが潜水艦の雷撃による推進系統の被害で戦線から離脱し9月15日にはワスプが潜水艦の雷撃で沈没していたソロモン諸島海域さらに言えば太平洋戦域においてアメリカ海軍は稼働可能な空母が一時的にゼロになってしまったそのためアメリカ海軍ではこの日を史上最悪の 海軍記念日と呼んでいる。そして一隻の応急修理された航空母艦があった。海軍少将トーマス・シー・キンケイド1942年11月、エンタープライズ、ニューカレドニアのヌメアで。10月30日、エンタープライズは、真珠湾には戻らず、11月11日まで、ニューカレドニアのヌメアで、応急修理を実施した。しかし、 ガダルカナル島の守りが危険な状態に陥ったため、工作艦ベスタルの修理用意を乗せたまま休校し、第3次ソロモン海戦に参加した。この時のエンタープライズの状況は、第1エレベーターが故障を懸念して、使用不可、着艦エリアの甲板が膨張して着艦が困難、完全部の隔壁が破壊されており、水密が効かない、というものだった。 13日8時23分にエンタープライズから TBF15 機 F4 回6機が発艦しヘンダーソン飛行場に向かった12日から13日にかけての深夜に第3次ソロモン海戦の第一夜戦が行われており両軍に大きな損害が出ていたヘンダーソン飛行場に向かった VT-10 は偶然にもその道中で 比叡を発見したため、雷撃を行い2本、あるいは3本を命中させた。VT-10 の TBF は、ヘンダーソン飛行場への到着後、海兵隊の SBD6 機、護衛の戦闘機8機とともに、6機が、再び出撃。比叡に損害を与えて、離脱を阻止、沈没に追い込んだ。この日本軍の戦艦を、 初めて撃沈したことと、ソロモンに来て、以来の良感であった、ポートランドの仇打ちの達成を祝って、VT-10 のパイロットたちは、魚雷のアルコールを、グレープフルーツジュースで割り、祝杯をあげた。十四日はスコールで、発艦作業に支障が出たが午前中に合計、s b d 二十七 f 四回十機が発艦し、ガダルカナルへ接近する日本軍輸送船団と、 前日夜にガダルカナルを攻撃し退避する日本軍砲撃部隊への攻撃に向かった。ヘンダーソン飛行場の陸上機と共同で巡洋艦キヌガサを撃沈、鳥海とイスズ、マヤに損害を与えた。マヤについては被弾したエンタープライズ所属のドーントレスの体当たりにより損傷を受けている。輸送船団への攻撃では輸送船十一隻中六隻を撃沈。 一隻を交代に追い込んだ。攻撃に向かった機はすべてヘンダーソン飛行場に送られ、ヘンダーソン飛行場の航空戦力を一気に強化した。エンタープライズには F4 回18機のみが残され、ハルゼー提督よりエンタープライズへ帰還命令が出された。その日の夜には戦艦同士の砲撃戦にアメリカ側がかろうじて勝利した。翌日15日に、 ヘンダーソン飛行場に移った第1重航空軍と陸上機により座礁させられた残りの輸送船4隻も破壊した。この第3次ソロモン海戦により日本軍の大規模なガダルカナルへの攻勢は終結へと向かった。11月18日、エンタープライズはヌメアに寄港して修理を行った。12月4日までに修理を終え、また第1重航空軍が ヘンダーソン飛行場より帰還し、産後会の紹介活動を開始した。翌日の5日には、修理を終えたサラトガがヌメアに入港した。12月11日には、エスピリットサント島に入港。1ヶ月間、セゴンド海峡の紹介を行った。この時期に、夜間訓練が何度か行われ、数機の関西機を喪失した。このうち、 フランス人艦後船宛にエスピリット・サント島付近でフランス病院を探し不時着しようとした木もあったが果たされなかった。1943年1月29日、エンタープライズはレンネル島沖海戦で日本海軍基地航空隊の攻撃にさらされている味方艦隊の直演を行ったが高速を発揮する一式立航をワイルドキャット戦闘機は捉えられず 味方対空砲火を犯してまで追撃したが、損傷して栄光中の十字二王冠シカゴが、撃沈され、保護に失敗した。だが、日本軍機十一機のうち七機を撃墜した。シカゴを失う損害を出したものの、結果的にガダルカナルへの輸送船団は無傷であり、無事にガダルカナルに到着した。ガダルカナルの戦いは一気に収束へ向かった。その後は、 エスピリトゥサントを拠点として1ヶ月ソロモン諸島海域を紹介した。この頃になると、サラトガの修理も終わり、イギリス空母の一時的な借用の目処も立ち、エンタープライズが唯一の稼働空母といった状況からは抜け出しつつあった。4月16日にエスピリトゥサント停泊中にエンタープライズ乗り組員に対して本国への帰国が、 近いことが伝えられると、1キロ近く離れた湾の、反対にいた者たちが思わず、振り向くほどの大歓声が湧き起こった。5月1日に、カリフォルニアヒアウィカムの伴奏の中、エスピリットさんと島を出港し、5月8日に、真珠湾に寄港した。2ヶ月間、エンタープライズの修理と訓練を行った。5月27日に訓練中だったエンタープライズは、 太平洋艦隊司令長官、ニミッツ大将からアメリカ海軍空母で初の大統領官定を授与された。ちょうどこの頃、捕虜となっていた豊田上海軍中尉が特別許可を得てエンタープライズを見学した。豊田は航空機を天井に吊るして搭載機を増やすという方法に関心している。アメリカ軍も空母搭乗員だった豊田にエンタープライズを 見学させ、日米双方の空母について何気なく雑談することで、日本軍空母の情報を得ようとしていたのである。エンタープライズは、本格的な修理と改装が必要であった。7月14日に、新珠湾を出港して7月20日、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所に入港した。およそ1939年9月以来の帰国だった。 広範囲にわたる修理及び改装が行われた。主な改装点は以下の通り。また F4 階に代わり F6 階が配備された。10月24日に船体の試験が行われ、10月31日にブレマートンを出港した。この時、熟練した多くの乗組員が他の艦へ移り、代わりに訓練を終えたばかりの新兵が乗り込んでいた。 乗組員全体の4割が新兵だったという。11月6日に新珠湾に入港した。湾内には数多くの新型艦艇で溢れ返っており、エンタープライズはすでに数ある空母の中の一隻になっていた。11月7日に新珠湾を出港、続いて9日に第6航空軍が着任した。第6航空軍はかつて仙台歴新ン,ンで、 活躍したエドワード・オヘア少佐によって引きられていた。11月19日から21日まで、ウェイキ島空襲に加わった、軽空母、ベロウッドと10月に、太平洋に開港されたモンテレエラとラドフォード少将、指揮する、第二軍を編成し、ギルバート諸島のマキンに上陸する、海兵隊の支援を行い、ガルバニック作戦に従事した。まず19日に、 上陸前の方爆撃が行われた。20日が D デーとなり、マキンへ上陸が行われた。VT-6 隊長のフィリップス小佐によって、戦況は地区一、ペンシルベニア艦上のターナー提督へ伝えられた。作戦は順調に行ったとは言い難く、圧倒的兵力差にもかかわらず、陸軍はマキン島制圧に手間取り、 結果海域に長く留まらざるを得なかった海軍も日本軍潜水艦によってリスカム米を失う損害を受けた。25日から日本軍機による夜間攻撃があり26日に同じく夜間攻撃を受けた際にはエンタープライズは世界で初めて艦載機によるレーダーを使用しての夜間迎撃を成功させた。これはレーダーを装備した t b f 1機が F6 回2機を誘導して敵機に攻撃を仕掛けるというものだった。計画通りにはいかず F6 回がはぐれてしまったが TBF によって2機の撃墜が報じられた。この冒険的な試みで F6 回1機が行方不明になった。この行方不明になったのが第10航空軍指揮官であり夜間航空作戦の実施を推し進めていたオヘア少佐だった。12月4日 マーシャル諸島のクエゼリンの基地に打撃を与えた。エンタープライズは、第50.3人無軍として参加し、南方のクエゼリン島及びエビジェ島を攻撃した。この頃の TBF は、魚雷の信用不足によって、実質的には急降下爆撃機として運用されていた。ただだいぶフラップが装備されていないため、時速 670km まで達することもあった。エビジェでは、 水蒸気を、クエゼリンでは感染を攻撃した。エンタープライズの被害は藤木岐一のみだった。その日の夜も日本軍機の夜間攻撃を受けたが、エンタープライズ以下の任務軍は発砲せずに切り抜けた。だが、レキシントン以下の50.1任務軍は発砲し、レキシントンは被害を受けた。12月9日に、真珠湾へ帰港した。12月24日に、 第10航空軍が着任した。エンタープライズは第58任務部隊へ第1軍の機関として加わり、1944年1月29日から2月3日までマーシャル諸島上陸支援を行った。29日はタロア島の飛行場をヨークタウン、ベロウッドと共に攻撃した。翌日はクーエゼリンを攻撃。 2月4日までに目標でないマロエラップ干渉やエニウェト区干渉を除けばマーシャル諸島の占領を完了した。作戦が段取りよく行われたためアメリカ軍は予定になかったエニウェト区干渉の占領も行うことを決めその事前準備として2月16日から日本軍の一大拠点であったトラック島空襲を行った。 トラック諸島の日本軍は油断しきっており、攻撃は奇襲になった。16日の攻撃は5隻の空母から発艦し、VF-10 指揮官であるジョン・ケイン中佐機に、引きられた F6 回 K72 機による、ファイタースイープから始まった。エンタープライズは12機を発艦させ、空戦に参加。また飛行場へロケット弾を撃ち込んだ。 エンタープライズは4機の F6 回を失った。この大規模な空戦飛行場攻撃で、アメリカ軍は、制空権を、ほぼ確保し、続いて、基地施設や艦船に対する攻撃が始まった。エンタープライズは4波の攻撃隊を送り込んだ。第1波は、t b f による、エテン島への対地攻撃、s b d によるデュブロン島停泊艦船に対する、攻撃。 第2波 SBD によるデュブロンへの再攻撃。第3波は t b f 及び SBD によるトラック艦小各地の艦船への攻撃。第4波は SBD 及び日本軍の修復作業妨害のためのンポ本ド爆弾装備の F6 階によるモエン島飛行場への爆撃だった。夜間に日本軍機による夜襲で第2軍のイントレピッドが飛来損傷した。 一方でアメリカ側も新たな冒険的試みを行おうとしていた。以前から空母による夜間航空攻撃の実現に熱意を注いでいたのが VT-10 指揮官のウィリアム・マーティン中佐であり、マーティン中佐は熱望していた夜間航空攻撃を行う機会を与えられた。ただし、 マーティン・中佐は数日前に腕を骨折していたため出撃を強く望んだにもかかわらずドクター・ストップにより出撃できなかった攻撃は DBF-12 機に分譲したマーティン・中佐の部下により行われた関西機による夜間攻撃はタラント空襲をはじめすでに行われていたがこのエンタープライズ関西機による夜間航空攻撃は照明弾などを使用せず レーダーのみを用いて敵を見つけ、暗闇の中低空で接近、登壇時の照準のみや監視力に頼って行うものであり、この点で史上初であった。この攻撃方法は敵の対空砲火の影響が少なく、被害を抑えられ、命中率も高められるという利点があった。攻撃は成功したが、t b f 1機を失った。17日は3波にわたり、 トラック諸島を攻撃。このわずか2日間の米機動部隊の攻撃で、アメリカ海軍においては長らく難航不落の要塞として信じられてきたトラック島に所在する基地機能と輸送船、航空機を破壊し、日本海軍の南太平洋、中部太平洋への進出力を奪った。アメリカ海軍は、太平洋艦隊は1941年12月7日の 日本艦隊による訪問にトラック島で、東霊の訪問をして、仮を一部返したと発表した。1944年2月、トラック島空襲から帰還した、攻撃隊の F6 回戦闘機を収容する、エンタープライズ。その後、TG-58.2 及び58.3は、マリアナ諸島空襲へ向かい、エンタープライズはこれらの空母に、F6 回10機、 SBD3 機、TBF10 機を譲り渡し、TG-58.1 は2月20日に、ヤルート干渉を攻撃、エンタープライズは2波の攻撃隊を送り込んだ。エンタープライズでは、マリアナへ向かった空母6隻は、日本軍基地航空隊相手に圧勝した一方で、自分たちは2軍の仕事をしていることを不満に感じた。2月28日に、 マリアナ攻撃部隊と合流。マジュロ干渉を経由して3月11日へスピリトゥ、サント島に入港した。3月15日、第1軍に加わって、ビスマルク諸島のエミラウ島上陸支援にあたり、第58任務部隊に、再び参加して12日間にわたって、カロリン諸島西部のヤップ、ウルシー、ウォレアイとパラウ諸島を空襲した。3月29日の夜から、 日本軍の夜間航空攻撃を受け始めた。翌日にエンタープライズはパラオに向け三波の攻撃隊を発艦させた。同日に日本軍機の反撃でエンタープライズは魚雷一本を船体中央にひかみなりしたが不発だった。翌日 TG-58.1 はヤップ及びうるしーを攻撃。4月1日にはウォレアイを攻撃した。その後は マジュロで1週間の補給と休養の後、第58任務部隊は、ニューギニア島北岸のホーランディア上陸を支援に、向かった。4月16日に、エンタープライズは、プリンストンへの衝突事故を起こしそうになった。4月21日からホーランディアへの攻撃を開始。22日に、陸軍の上陸が開始された。TF-58 は4月24日に、 日本軍の夜間航空攻撃を受けたがこの頃には各空母にレーダーを装備した F4U が少数搭載されており攻撃は撃退された26日までにホーランディアの主要地点を陸軍が制圧したため支援を終了したその後 TF-58 は交代ついでにトラック島を再攻撃に向かったが28日にエンタープライズが TF-58 機関歴シントンに危うく、衝突しそうになった一幕もあった。4月29日には再度トラック島を空襲。少数の日本軍機が離陸していたが一機を除いて、全く攻撃を仕掛けて来なかった。その機は F、VF-10 の F6 回と相打ちになった。4月30日にはトラックからの激しい対空砲火で、 エンタープライズの航空機が多数撃墜されたが、ノースカロライナの水蒸気によって7名全員が救助され、その後、潜水艦タングに収容された。その日だけでタングも22名もの搭乗員を救助しており、任務部隊を指揮するマーク・ミッチャー提督から感謝のメッセージが送られた。5月4日にマジュロに入港、約1ヶ月間停泊した。6月6日、 エンタープライズは、今度も t g 八点三機関として、マリアナ諸島攻略支援のため、マジュロを出撃した。この時の t f 五十八は、大型空母六隻、中型空母一隻、小型空母八隻からなる、大艦隊になっていた。t f 五十八は6月11日からサイパン、グアム、ロタを空襲して、6月15日に始まった上陸を、 支援した。6月11日にサイパンへの攻撃を開始。戦闘機体によるファイタースイープから始まった。この時の攻撃隊隊長はトラック空襲の時と同じくケイン中佐であった。ケイン中佐にはこの時 TF-58 の指揮官であるミッチャー帝徳から直接敵の忌まわしい喉を切り裂けというメッセージが送られた。12日以降も サイパンへ激しい攻撃を行った。15日夜に日本軍の夜間航空攻撃を受け、魚雷スホンダエンタープライズへ向け投下されたがすべて回避した。ただし、味方機銃弾によりエンタープライズ艦上で数名の死傷者が出た。16日はグアムとオローテ飛行場を攻撃。翌日再攻撃をかけた。 同日17日から接近してくる日本軍機動部隊の捜索を開始。日本軍機動部隊が絶対国防圏防衛のため出撃してくることは明らかになっており、決戦に向け乗り組員の士気は高まった。18日、エンタープライズのトム・ハミルトン副長は演説でこう語った。ジャップに太平洋の半分をくれてやろう。海の底半分を。日より、 日本軍機動部隊より攻撃隊が飛来、マリアナ沖海戦が始まった。6月19日の6時半から、グアム上空で空戦が始まり、8時半から10時まで、日本軍機動部隊よりグアムへの増援部隊が、飛来したためこれに対する迎撃も行われた。同10時頃に、西方 240km に、日本軍機動部隊より飛来する、第一次攻撃隊を、 TF-58 艦艇のレーダーが捕捉。7分後にエンタープライズのレーダーも、正方 210km で敵機を捉えた。これに対する迎撃機発艦のため TF-58 は、転身、風上へ進路を向けた。10時16分からエンタープライズは残っていた F6 回発機の発艦を開始。この時十四秒で一機という高速で、迎撃機を、 カタパルト発進させた。10時45分までに爆撃機、雷撃機は発艦して、東方退避した後、安全なコースを取って、グワム島飛行場を攻撃した。10時35分頃から、迎撃機による迎撃が開始され、11時45分頃に迎撃を突破した、わずかな日本軍機への対空戦闘が行われたが、 すべて登壇前に撃墜したため、被害はなかった。この日の午後の VF-10 は、グアム上空での空戦に従事し、F6 回に2機を失った。この日本軍の主力を尽くした攻撃により、TF-58 全体で27名の航空兵が戦死。戦艦2隻が勝破した。20日は反撃の日だった。13時15分に、 TBF に F6 回1の作敵変態を4個発艦させた。15時38分にこのうち一つの変態が日本軍機動部隊の功績を発見。モーレス信号で報告し16時21分乗り TF-58、各空母は攻撃隊の発艦を開始。エンタープライズは F6 回12、SBD11、TBF5 の攻撃2を発艦させた。 この攻撃隊は明らかに、航続距離が不足していたために、わずか時速 240km という低速で、飛行し燃料消費を抑える必要があった。加えて、遅く飛行すればするほど着艦時刻が遅くなり、暗闇の中で着艦しなければならないという制約まで、ついていた。攻撃隊は17時30分頃から、日本軍機動部隊への攻撃を開始。 エンタープライズの攻撃隊は F6 回4、SBD6、DBF5 が流砲を攻撃。F6 回3、SBD3 が巡洋を攻撃。SBD2 が飛養を攻撃した。エンタープライズ側は F6 回1を失った。20時45分頃から攻撃隊の祈祷が始まり、サーチライト、照明弾頭により夜間着艦を支援した。なお、 この時エンタープライズでは2機が同時に着艦するという事故が起こったが着艦は成功した。他に1機の日本軍機が誤ってエンタープライズに着艦仕掛ける陳事も起こった。エンタープライズでは23機を収容したがそのうち第10航空軍の機体は6機のみだった。エンタープライズの攻撃隊は F6 階に TBF1SBD1 が 着艦失敗で失われたが人的損害はゼロだった。この攻撃に加えて、かつてトラックで夜間レーダー爆撃を成功させた VT-10 が日本艦隊への夜間攻撃を行う予定だったが中止され、VT-10 のパイロットたちには落胆が広がった。だが翌日に夜間作敵でエンタープライズの作敵機が再び、 日本艦隊を発見、さらなる追撃が検討された。だが、日本艦隊との距離が離れすぎたこと、燃料補給に時間がかかったこと、そもそもサイパンの占領が目的である、等のことから追撃は取り留めになった。エンタープライズは7月5日まで、マリアナ諸島近海に泊まっていたが、整備と休養のため交代し、7月15日に、新樹湾に寄港した。 真珠湾へと寄港したエンタープライズは修理を受けた。8月4日、新設されたばかりの第20航空軍が着任した。この時、SBD に代わり新型の急降下爆撃機の SB-2C が配備された。8月16日に主力部隊のフィリピン攻撃支援とパラオ占領を目的に真珠湾を出港。8月23日に エニウェートク干渉に入港した。28日に出港した時には、エンタープライズは、フランクリンやサンジャシントラと共に、TG-38.4 を形成。8月31日に、父島、母島を攻撃した。9月1日及び9月2日にはそれに加えて、兄島にも攻撃を加えた。その後、9月4日に、サイパンに入港し、 翌日には出港した。9月6日、7日に、ヤップ島を攻撃。9月10日から14日まで、上陸前の攻撃をパラオへ加え、15日から始まる、ペリリューへの上陸支援を行った。15日が、ペリリュー島等への D デーであり、周辺島初を攻撃しての支援を終え、9月21日に、ゼイアドラー湾に入港した。24日に、 フィリピン侵攻のためゼイアドラーを出航した。10月7日、エンタープライズは、パラオ諸島攻略を終えた第38任務部,部隊の、空母フランクリン、軽空母、ベロウッド、サンジャシントラと第4軍を編成し、10月10日に、沖縄を、12日、13日に、台湾を、15日からフィリピンを空襲した。これらの連続的空襲で、 日本陸海軍の航空機を壊滅させ、港湾施設とそこに停泊する艦船に打撃を与えた。また、反撃してきた日本陸海軍の基地航空隊を帰り討ちにした。10月20日にアメリカ軍はレーテ島に上陸し、日本海軍艦隊の突入から上陸部隊を守るためにアメリカ艦隊は日本軍と激しく戦った。10月15日、17日、 18日に、ルソン島マニラ周辺の核飛行場を、A0 の20日には、レーテ島海岸を攻撃した。エンタープライズの所属する第四軍の作敵隊は、24日に、スール海で、西村艦隊を発見。エンタープライズ隊は、戦艦不走山城及び、従順最上に損害を与えた。F6 回一気喪失。同日に、海に攻撃隊を送って、 戦艦武蔵に損害を与え、武蔵の撃沈に貢献した。翌日には、縁賀の岬沖で、小沢中将式の空母部隊を攻撃し、エンタープライズの関西機は随砲を共同で撃沈した。ついでンポンド爆弾で爆走した F6 回16機で、持って、白母の中、残存艦艇,艇への攻撃を行ったが、10日小機も急降下制動版も搭載せず、 投下を補助する、機銃手もいない戦闘機では命中弾を得るのは難しく、戦艦ひなた、駆逐艦下月に資金弾を与え、下月を中破させたに止まった。この時、急降下する F6 階の中には時速8 0 0トルを超えていたものもあったという。エンタープライズ側では F6 階1機が味方巡洋艦隊近くで不時着した。西村、栗田、 小沢の各艦隊を攻撃したことで、エンタープライズはアメリカ海軍において唯一この海戦で日本の三艦隊に攻撃を加えた艦になった。第38任務部隊はサマール島沖とレーテ島沖で10月末まで警戒、陸軍支援を呼び、サマール沖海戦の生存者の捜索に当たった。この間、10月36日にエンタープライズら TG38.4 は、 初めて神風攻撃を受け、フランクリン、ベローウッドが突入を受けた。エンタープライズでも、アイランド後方5メートル、甲板上3メートルを炎上した神風機が通過して、行くなどの危機にあった。あと、補給のため、ウルシー白地に帰還した。エンタープライズは11月、フィリピンのマニラ周辺とヤップを空襲した。11月11日には、 日本軍の多合作戦の第3次作戦中の輸送船団を爆撃、共同で駆逐艦3、輸送船1を撃沈した。エンタープライズ攻撃隊の報告では、この駆逐艦3隻について、1隻は激しく炎上して、沈没、1隻は転覆して、沈没、1隻は艦首を喪失して、停止とあるためそれぞれ、若月、長波 浜派の三隻の駆逐艦を撃沈したと思われる。11月13日から11月16日までマニラを攻撃。11月22日にウルシーに入港し、12月2日に新珠湾に寄港した。5月14日、爆戦の特攻を受けて、全部エレベーターが損傷し、死者13名を出した。戦艦はシントンから撮影。6月7日、 u z サウンド海軍交渉でドライドッキングと修理を準備しているエンタープライズ。カリフォルニア州アラメダ海軍基地に停泊するエンタープライズ。12月24日、エンタープライズは夜間戦闘機の運航訓練を開始した。一方で小規模の改装を受け、エンタープライズは夜間空母へと生まれ変わった。この時期、エンタープライズは 第90夜間航空軍を搭載した。夜間航空軍のため急降下爆撃機はすべて降ろし、レーダーを装備した、ヘルキャット戦闘機とアベンジャー来撃機を55機、程度搭載していた。この第90夜間航空軍は、かつて夜間攻撃を成功させた第1 0航空軍の主力を引き継いでいた。そもそも夜間空母の必要性を提唱していたのが、 かつてトラックでの夜間攻撃を格作した第10、大撃隊隊長のビル・マーティン・チューサで、マーティン・チューサは、夜間空母に改装されたエンタープライズに、第90夜間航空軍指揮官として帰ってきた。夜間空母の任務は、夜間防空、夜間爆撃、夜間作敵等の夜間作戦が主要で、敵地攻撃に際しては、敵地まで、他の通常空母の任務軍と行動を共にして、 敵地が近くなると戦闘に立って夜間に敵基地の機能を破壊するというものだった。それ以外で昼間にも防空を行わなければならないこともあった。そのためエンタープライズの乗組員は暇さえあれば昼寝が推奨された。また夜間に比べれば昼間は暇なため情報商工によるスペイン語の講座等も開かれパイロットたちに人気を博した。 この当時の夜間航空戦闘は、母艦からおよその敵の位置に誘導され、その後時期のレーダーで敵を発見、攻撃を仕掛ける時には、夜間適合視認装置の補助をもって、直接、目視で確認する必要があった。そのため敵の栄光弾や、時期の機銃やロケット弾の発射で目が眩むことが多かった。中でも厄介なのは、地上攻撃を行う際に、 敵から照射されるレーダー連動のサーチライトだった。夜間空母のパイロットたちは、シャフや電波妨害装置を用いて、これらに対応した。1945年1月、エンタープライズは、第38任務部隊の第5軍に加わりすでに夜間空母として活動していた、軽空母インディペンデンスと合流した。この第38任務部隊への参加については、エンタープライズに、 指揮官の春ー提徳から個人的に歓迎の伝文が送られた。ルソン島近海に進出し、南シナ海における日本本土とラニンの海上補給ラインを遮断、昭和に協力して、ウルシーに帰還した。2月10日、第58任務部隊に戻った。その時にはインディペンデンスが修理のために交代した、ことにより、夜間空母へと改装されたサラトガに入れ替わっていた。 2月16日からは、東京空襲や、硫黄島の攻略を目的とした、デタッチメント作戦に参加した。東京攻撃に際しては、夜間雷撃機が、多くのエレクトロニック兵器を搭載した、電子戦機として、敵のレーダー基地の位置の特定などでも活躍した。硫黄島攻略の際は、日夜問わず、第58任務部隊の防空を担当した。21日に、 サラトガが、神風の突入で大破、戦線を離脱するとエンタープライズは、唯一の作戦可能な夜間空母になり、短観で、数多くの任務をこなす必要が出てきた。23日の午後4時から、1週間以上にも及ぶ、連続した作戦を開始した。エンタープライズでは、乗組員にローテーションを組ませて、艦を不眠不休に保って艦載機を運用。 174時間にわたって洋島に上陸した海兵隊を援護した。その間、エンタープライズの上空障害機が2機以下になることはなかった。3月15日、同任務部隊は、ウルシーを出撃して沖縄攻略を目的としたアイスバーグ作戦に先立って、主に九州に展開する日本陸海軍の飛行場と日本本土から、 海上輸送による沖縄救援を防止するため日本海に展開する輸送船を攻撃した。その間、エンタープライズも防空に専念していたが、3月18日に日本海軍機1機の奇襲爆撃により500キロ爆弾の直撃を受け、不発弾、あるいは10日から着弾までの時間が短すぎたために、新艦が不作動であった。だったものの損傷を受けた。 この戦闘で爆弾から撒き散らされた白輪によって3名が焼死した。他に味方5インチ砲弾が右限後部キャットウォークに命中し被害を受けている。19日に翌日のクレ攻撃のための夜間偵察を行い偶然にも戦艦ヤマトに遭遇した木もあった。3月20日には資金弾2発のほか、 対空戦闘中に磁気円艦の誤射を受けた40ミリ機銃が爆発、破片がエンタープライズの甲板に整列していた関西機を直撃した。その後も次々と関西機に引火、機銃弾の誘爆が起こり、大火災が発生した。炎がアイランドを舐め、さらに格納庫甲板にまで迫ったが消火ホースで水のカーテンを作ったり、 加熱した爆弾を消火砲で満たしたエレベーターで飛行甲板に上げるなど的確にダメージコントロールが行われ1時間以内に火災は沈下された。しかしながら火災により司令トータルアイランドの設備を喪失したためエンタープライズも大破したフランクリン等と共にウルシーに帰還して6日間修理を行った。4月5日エンタープライズは 沖縄攻略を支援するため、ウルシーを出撃した。エンタープライズは4月11日に特攻機の攻撃を受け、左舷後部に突入しようとした。特攻機を寸前で撃墜したものの破片が、エンタープライズの砲座を襲い、離れた爆弾が、バルジの直下で爆発した。バルジにより浸水は免れたが、対空レーダーが折れて甲板に落下するほどの衝撃が、艦を襲い、 船体各所で損害が発生した。また、資金特攻機によりカタパルト上で、発艦準備中のだった無人のヘルキャットが炎上したが、そのままカタパルトで出しことなきを得た。エンタープライズは、大きな損害を受けたが、そのまま任務を2日間継続14日にウルシーに、引き返した。喫水戦下の損害であったが、 工作艦ジェイソンの支援もあり16日で修理を終わらせた。修理後は沖縄沖で防空と夜間作戦に従事した。その後5月11日に第58任務部隊機関の空母バンカーヒルが神風特攻の突入を受け大破戦場を離脱したためエンタープライズが第58任務部隊の機関を引き継いだ。12日には かねてより計画されていた夜間の敵飛行場に対する効果的な攻撃戦術が試された。その戦術は日暮れに小型焼夷弾、ロケット弾、機銃弾を満載した夜間爆撃隊を発艦、散回させ、暗くなると短期あるいは2期のペアで各地の飛行場を爆撃。敵飛行場施設に損害を与え、一晩中、上空を飛行し修復作業を妨害する。 遅れて、夜間戦闘機隊は夜明け前に、敵飛行場に到達して爆撃隊と交代、白明の中を離陸しようとする敵機を攻撃して、離陸を妨害、その後、通常空母から発艦した、攻撃隊に攻撃を引き継ぐ、というものだった。この攻撃戦術の効果は大きく、翌日に、任務部隊に近づけた敵機は一機もいなかった。5月14日、 26機の日本機が TF-58 めがけて飛来してきた。6機がエンタープライズの対空砲火で撃墜。19機が上空召喚機によって撃墜された。だが、富安俊介注意登場の1機の実は集中砲火を避けて雲に隠れ、時々雲から顔を出してエンタープライズの位置を確認しつつ生き残っていた。そして午前六時十六分。 この一機がエンタープライズに向かって突撃してきた。エンタープライズは、富康機を20分前からレーダーで認識していたが、富康機が雲に隠れるなどしたために、効果的な反撃ができずにいた。エンタープライズが回答し完備を向けた時に、富康機は満を持たして、艦効果攻撃を実施エンタープライズも、右舷後方から降下してくる、富康機に対して、 右限回答して、集中放火を行ったが、富宮杉は機体を横滑りさせるなどして回避、オーバーシュートする寸前に、エンタープライズの真上で180度に左回転して、背面飛行の状態から、急降下し、エンタープライズの全部エレベーターの後部に突入した。全部エレベーターは、爆発によって400フィート上空まで吹き上げられ、エンタープライズの左限海面に落下した。 エンタープライズは大半炎上し、波高からの浸水によって全部は2.2メートル沈下し、深刻な損傷を負った。エンタープライズのダメージコントロール班は即座に行動し、17分で火災の炎症を食い止めて、誘爆を阻止した。被弾から30分で火災は消火され、エンタープライズは対空戦闘を継続して、さらに2機を撃墜、速度を落とすことなく、 機関として、任務部隊の配置を守り続けた。そのダメージコントロール能力の高さに、ミッチャー提徳は、エンタープライズのダメージコントロール班が、かつて見た中で、最高の優秀さであったと賛辞を送っている。これだけの大爆発にもかかわらず、当時、第2エレベーターを使用中だったことと、爆弾が、鉱材置き場で炸裂し、 断片が飛散しなかったという幸運から戦死者数は13名に止まった。だが、全部エレベーターや飛行看板などの損傷により発着艦能力は麻痺し、翌日、ミッチャー提督はランドルフに移し、エンタープライズから外れた。そして16日に任務部隊を離脱した。14日がエンタープライズにとっての最後の戦闘となった。 富安中尉の遺体はエレベーターホールの下で発見され、アメリカ兵と同じように丁重に水槽された。富安中尉は海軍関係者から、これまで日本海軍が3年かかってもできなかったことを、たった一人で一瞬の間にやってのけた。と称賛の言葉を受けた。この時の機体の破片は後に、軍属の2級登録番近郊だったノーマンザフトから、 富安中尉の家族に返還された。さらに、富安中尉の衣服の中にあった五十千冊も2020年7月に家族に返還された。修理のために、エンタープライズは戦列を離脱し、ウルシいパールハーバーを経由して本国へと向かった。パールハーバー入港時には、ビクトリーのボルト、とエンタープライズの E の文字を作った。 アベンジャー雷撃機の編隊に歓迎された。6月7日、エンタープライズは、ビュージェットサウンド海軍交渉に到着し、修理とオーバーホール中に終戦を迎えた。1941年、1942年、1943年9月に、新型の SX 級空母 SX とヨークタウンが、初めて実戦に参加、以後 SX 級空母は続々収益し、 アメリカの空母戦力は大幅に増強された。1944年第90夜間戦闘飛行隊と第90夜間攻撃飛行隊で編成した第90夜間航空軍が配置。1945年5月まで夜間作戦を遂行した。1945年終戦後、損傷を回復したエンタープライズは10月17日2 0 0 0人の アメリカ軍福音兵を真珠湾からニューヨーク州ニューヨークに輸送した。またマジックカーペット作戦と呼ばれる福音任務に従事し、エンタープライズは11月と12月に2度ニューヨークとイギリスのサザンプトンを往復した。この時、エンタープライズは乗組員の他に5000名を乗せられるように、 改造されており、一連の輸送任務で約一万千人をアメリカ本土に運んだ。十一月二十三日にサザンプトンに停泊中のエンタープライズは、アメリカ海軍艦艇で初めて、イギリス海軍大臣の公式訪問者を受け、イギリス海軍艦艇以外で初めて、英国海軍本部ペナントを受賞した。エンタープライズは九百四十六年一月十八日に、 モスボールのため、ニューヨーク海軍交渉に入居して、翌年の1947年2月17日に、除籍となった。ウィリアム・ハルゼーラが、記念博物館として、エンタープライズを保存するため、いくつかの運動を実施したが資金は集まらず、リプセット社にスクラップとして売却された。それでも、 ヨークタウン急空母の特徴である三脚マストがアメリカ海軍士官学校に新設されるフットボールスタジアムに取り入れるため保存されたが関係者を納得させるには十分ではなかった。1958年6月22日にエンタープライズのマストが切断されその後8月にニューヨークのブルックリンからニュージャージーのカーニーの解体所へ最後の公開が行われた。 1960年5月、エンタープライズは完全に解体されたのだった。その代わりとして、世界初の原子力空母 CVN-65 にエンタープライズの名がビッグ E の愛称とともに受け継がれた。なおエンタープライズの怒りがワシントン海軍交渉内に保存されており、交渉内の海軍博物館とともに一般人も見学可能である。 展示されているエンタープライズの戦尾プレート。1945年10月10日に、監視から撮影されたエンタープライズ。英国海軍、本部ペナントハットエンタープライズセブンシップオブザマンス USS, エンタープライズユナイテッドステーツネイビーエアクラフト、キャリア CV-6USS エンタープライズ、USS エンタープライズ CV-6CV-5USS ヨークタウン。 ブックレット・オブ・ゼネラル・プランズ、1940、ロケーション。オブ・ユース・ネイバル・エアクラフト7ノベンバー 1944CVG-20、F6 回から51機、VF-20、F6 回から35機、F6 回から 3N4 機、F6 回から 5×35 機、VB-20、SB2C-324 機、VT-20、 tbm-1c19 機補え容器及び練習機等の記載はなし、エドワード、上巻、16ページ、エドワード、上巻、19ページ、エドワード、上巻、22ページ、エドワード、上巻、23ページ、エドワード、上巻、24ページ、エドワード。上官、28ページ、エドワード。 上三32ページ、エドワード、上三35ページポッター、41ページ、エドワード、上巻40ページ、エドワード、上四44ページ、エレビー戦士八千98,979、P469 付録第2、日本海軍潜水艦総出状況一覧表、E70 戦士八千98,979、 p104 戦死総始9 8 9 7 9 p 1 0 2 a b 戦死総始9 8 9 7 9 p 1 0 6 a b 南太平洋の外貨 1968p242 敵への防御は急速戦広報の連度にあり南太平洋の外貨1968 P 二百四十三戦史総書三十八百九十三ページ戦史総書三十八二百三ページしばし二百四十四ページエドワード上巻五十二五十三ページエドワード上巻五十五ページエドワード上巻五十九ページエドワード上巻六十九ページエドワード上巻七十一ページエドワード 上七74ページ防衛研修所戦士室、411ページ。エドワード、上七78ページ戦士総書第38巻、中部太平洋方面海軍作戦一章は17年5月まで、462ページによれば、日本側は、飛行艇1機が離水後行方不明。これ以外の水蒸気、飛行艇の損害は、戦士総書には記載はない。 戦死総書第38巻中部太平洋方面、海軍作戦一章は17年5月まで、464ページによれば、日本の第7号艦指定が敵と交戦沈没、第4号艦指定が行方不明、エドワード、上艦、80ページ、エドワード、上八82ページ、エドワード、上八86ページ、写真集法212号、P5、エドワード。 上八89ページ、エドワード、上十93、94ページ。柴田原因2003、82ページ、写真太平洋、戦争3巻、二23ページ、エドワード、上巻105ページ、空母ヨークタウン、163ページ、エドワード、上巻117ページ、エドワード、上百137ページ、エドワード、上巻 1十3ページ、エドワード、上巻、152ページ、エドワード、上巻、153ページ、エドワード。上巻、157ページ、エドワード、上巻、177ページ、エドワード、上巻、221ページ、戦士総書98 9 8 1 9十九 p 八十六戦士総書98 9 8百七十九 ピアニッシモ19、191192ワスプの、劇鎮、エドワード、上官、263ページ、エドワード、上官、322ページ、エドワード、上官、281、トヨダ・ジョー・クーボー、シナノの生涯100ページ、エンタープライズ見学期。トヨダ・ジョークーボー、シナノの生涯105ページ、トヨダ・ジョークーボー、シナノの生涯108ページ、エドワード。 下二十五ページ、イアン・トール、太平洋の試練がダルカナルからサイパン観楽まで、下二百四十六校、エドワード、下百二十六エドワード、下官、百三十ページ、エドワード、下百三十三ページ、エドワード、下百五十三ページ、つくば海軍航空隊所属、当時二十二歳。五百キロ爆弾で爆走した零式艦上戦闘機に、登場していた。 この日、鹿のや基地から出撃した。乗組員から長らく、トイザミと呼ばれていた。この機の搭乗員は、後の調査で、第6つくば隊の富安俊介注意であることが、判明した。菅原館、空母エンタープライズに突入した、富座洋江塩を処方、丸2010年7月号ナン、no. バー 711P151P159。つくば空。 友の開校式サイト青春の赤し筑波海軍航空隊の富安俊介中尉の記事も参照。読売新聞長官2020年8月8日1、6面、戦後75年終わらぬ夏エドワード上官 P70 エドワード上官 P82 エドワード上官 P207 エドワード上官 P249 エドワード上官 P275 エドワード下官 P9 エドワード外観 P100 エドワード外観 P113 エドワード外観 P212 エドワード外観 P281 エドワード外観 P294 エドワード外観 P303 エドワード外観 P311 エドワード外観 P325P334 エドワード外観 P342 エドワード外観 P347 エドワード外観 P349 ありがとうございます。